前半4分バルセロナシャビから先発でしたルイス・スアレス。そしてネイマールへ立ち上がり早々岡田さんバルサの先制ゴールでした、でネイマールが、ね、決定力という自分の特徴を出しましたよね。まあここが空いてしまったってことはあってもここをあのコースにね綺麗に流し込みましたよね、はい、というバルサ先制で始まったゲーム前半11分です。マルセロからクリスティアーノ・ロナウド、ベンゼマクロスバーに当たってもう一度ベンゼマ今度はポスト、まあバルセロナピンチがあってもなかなか点取られないというのを今日もかなと思わすところだったんですけどね。そうでしたね。ここまでは前半23分バルセロナはダニエル・ワウです。ルイス・スアレス、メッシ決められませんでした。カシージャス、やっぱりねメッシはこれを決めなきゃいけないですよね。やっぱりね前半34分レアル・マドリードクロース・イスコ、スルーパスマルセロのクロスにここはピケの手に当たって PK 判定。ここはそこで倒れなくてもとは思いますけどね。そうですか。そして決めたのはこの人クリスティアーノ・ロナウド。バルサの今シーズンリーグ8失点。ゲームは後半に折り返してレアルマドリード後半6分ロースのコーナーキック決めたのはペペ。まあこのコーナーキックになったのがねネイマールボール奪われてからのカウンターなんですよね、はい、やっぱり相手がカウンター得意だと分かってて捉え方悪かった。後半11分ですバルセロナディフェンスのブロック今度はマテューが入ってきます。ミドルシュートこれ枠には行ってました。マトゥーのこうシュート力は良かったですけど左サイドバックとしてどうかなっていうのはありましたね。なるほど。後半16分レアルマドリードイスコのボールカット、いやスタンディングオベーションをもらってましたがクリスティアーノ・ロナウド、ベンゼマスルーしてハメス、ベンゼマゲット3対1。まあこれもコーナーキックのカウンターなんですけどこれ以外にもコーナーキックのカウンターで何回もピンチ受けてましたからねバルサは。ですね。でもベンゼマよく決めましたねこれ素晴らしいシュートだ。もうあそこに打たれるとキーパーはどうしようもない。どうしようもないですね。後半24分バルセロナスアレスネイマールちょっと可能性をあんまり感じないシュートでしたよね。